ピラニア軍団は、日本の俳優集団、東映所属の欧米や俳優を中心に1975年に結成され、映画、テレビドラマで切られ役、やられ、役、悪役、仇役を演じた俳優たちの通称、1960年代後半、東映京都撮影所制作の役ザ映画や時代劇を中心に、キャストクレジットに、名前が登場しない脇役、切られ、 役として出演していた欧米ベ俳優で、岩尾正隆、川谷拓造、芝正瑠らが、忘年会をやろうということになり、賀が、ピラニア会と名付けたのが始まりである。やがて、他の脇役や、東映ニューフェイス出身でまだ目が出ていなかった、室田秀夫、小林年次、片桐隆治、成瀬正隆らが加入し、飲み会を行っていた。これらのメンバーを、スター俳優だった。 渡瀬恒彦が束ねて発起人となり、東映ピラニア軍団が結成された。渡瀬と親しい映画監督の深作金次、中島貞を、脚本家の倉本聡らが、軍団メンバーを、面白いと目をつけ始め、深作、倉本、中島らが加入する、スタッフ組を、村民とした。村民が手がけた映画、仁義なき戦いシリーズやテレビ、全略を袋様などに多くキャスティングされ、 いち早く、川谷拓造、室田秀夫らが、表舞台に登場した。岡田茂社長は、東方や小区が、青春映画と銘打って、山口桃江や桜田純子という歌詞を映画に、引っ張り出しているのと同じように、うちもなんとか、手を打たなければならないと考えていたら、ピラニア軍団が出てきたんです。運良くね、と述べている。彼らと同じく他の俳優も徐々に注目され始め、 ピラニア軍団ブームが訪れるなど注目を浴び、最終的には20人ほどになった。1975年に軍団の結成式が大阪市の御堂会館で催され、千葉新一、渡瀬恒彦、深作金次も立ち会った。千葉は舞台に上がらず、カメラ片手に客席からメンバーに声をかけ、場を盛り上げていた。川谷拓造は千葉に感謝し、わし、 生まれて初めてこんな派手なスポットライトを浴びましたわ。ほんま大きに。と号泣していた。1976年には、軍団の俳優が主要人物を演じた、暴走パニック大撃突や、狂った野獣が公開され、1977年には、三上博士のプロデュースで、LP、ピラニア軍団もリリースした。これには、坂本隆一、村上周一、菓子哲郎、五島尻、 斉藤信良一流ミュージシャンが参加している。また、同年には、軍団創出演の映画、ピラニア軍団ダボシャツの展が公開された。しかし、映画のフィリア、当時の映画界の社用もあってブームは短命に終わる。1980年に日本テレビ系列で放送され、軍団を中心にキャスティングされた、テレビドラマ、大劇とマットポリス80と続編の特命刑事が終了すると、 シガが軍団を脱退して、その他のメンバーも揺れ始める。すでに軍団に所属していた俳優が個々としても活躍できるほどに成長していた事情に加え、映画会社との専属契約という形式を取る時代ではなくなっていたことや、映画からテレビに流行が移っていたこともあり、所属俳優が東映から離れるなど、1980年代に入ると映画俳優集団としてのピラニア軍団は、 自然消滅した。五十音順後に、柳信忍が結成した悪役集団、悪役紹介などの原型となった集団とも言える。なお、シガマサルは、フジテレビ、クイズドレミファドンの、ドッキリ扉コーナーで、ピラニアマン役で出演していた。由来は、ピラニア軍団である、松方弘樹の買ったばかりのベンツに、トランクから何から軍団20人で乗り込んでくしゃくしゃ、にした。 ありがとうございます。